オリックスの T ・岡田外野手36、足立良一内野手36、らの引退セレモニーが行われ、米大リーグで活躍するレッドソックスの吉田正隆外野手31からビデオメッセージが流された。T ・岡田の打席を見守るむらオリックスの選手たち。同僚だった阪神、西勇樹、同9人目の姿も。 最初にメッセージを送ったのは織田。本当にイケメンで、僕より少し速い足と、僕より少し上手い守備でチームを何度も助けてくれましたとイケメンをいじりながらも、本当に見えないところでの努力、準備の賜物だと思いますと称賛した。足立には、ディズニー好きのファンタジーな男かと思いきや、僕は感情に熱い先輩だと思ってましたと性格を分析。 視野の広さがあの堅実な守備につながっていたと確信しておりますと守備力の高さを改めて称えた。T ・岡田に対しては、オリックスを支えてくれた功労者だと思いますと語り、気づいたら練習、トレーニング、体のケアと大きな背中で見せてくれました。ただ、練習しすぎのエピソードもありまして、宮崎キャンプでオフの日、でんぐり返しの際に首か背中を痛めたと聞きました。 たまげましたと大きな背中に引っ張られたことを振り返った。そして、当主の日がとは意外な関係性を打ち明けた。僕のプロ野球人生のスタートには日ガさんは欠かせませんと語りでし1年目のキャンプリハビリ組で共に過ごさせてもらいました。今も少しぽっこりしたお腹でプロ野球人生を長くするためには、よく食べないかんという言葉が印象的ですと思い出を口にした。 細かい投球術とは裏腹に、豪快なゴルフでのドライバーは忘れませんと最後まで大先輩をいじり倒した。最後になりましたが、4人の器の大きな先輩のおかげで優勝、日本一と良い思い出が共有できましたと吉田。これからもご健闘とますますの活躍をお祈りいたします。ご家族とごゆっくりお過ごしください。本当にお疲れ様でしたと締めくくった。